はいどうも皆さん、ビップです。なぜ私がこんなにテンションが低いかと言いますと、本日のサムネを見てもらったら分かる通り、本日ダルビッシュさんの即キュア動画でした。まあ即キュア動画というのは、まあどんなものかっていうのは概要欄の方に載せておきますので、その再生リストを見てください。大人気シリーズ、即キュアシリーズです。しかしですね、その即キュアシリーズ、はじめ継承などを行ってからのリアルタイム対戦なんですよ、いつもね。ただ前半のデータ消えてます。ありえん、マジでありえん、もう最悪、もう本当に。ちょっと見てください、これ皆さん。はい、もうダルビッシュさん即キュアになっちゃいました。もうめちゃめちゃ極みになってます。はい、もうすんごい極みになってます。3200です、特殊能力もね。でね、この特殊能力に関することを僕ね、さっきのね、撮影の時に言ってたんですよ。もうこれはね、本当に聞いてほしくて、ちょっともう一回やってもいいですか。いいですか、聞いてくれます、お願いします。はい、今からちょっと写真出します。ですね、私最初のダルビッシュ選手こんな感じでした。ですね、まだこれレベル29ぐらいのダルビッシュ有さんやったんですけど、特殊能力をね、間違えてね、僕ねレベル5まで上げてしまったんですよ。これ見てもらったら分かるように、タイピンチとキレレベル5まで上げてるでしょう。でその前の継承するダルビッシュさんを見てください。こちらです。これ2900のダルビッシュさんなんですけども、タイピンチレベル5、キレレベル4まで上げてるので、継承したらそのままね、タイピンチは3、キレは、あ、タイピンチは2、キレはね1継承されるんですよ。なのでこの元のダルビッシュさんをタイピンチレベル3、キレをレベル1まで上げとけば、その分の特殊量上げてなくても継承したらレベル5になるんですよ。あ、ごめんなさい、キレはレベル4ですね。はい、すいません。なのでタイピンチ3、キレを4まで上げてると、継承したら自然とレベル5までなるんです。ごめんなさい、ちょっと通知忘れてました。はい、だからですね、タイピンチをレベル3、キレをレベル4に上げとけば、継承すればどっちもレベル5になったんですよ。ですけどこれ本当にもったいないことして、まあ奪三振は元から上げてなかったのであれなんですけども、いやー、もう本当にね、ミスしました。本当にこれはもったいない。でね、いつもね、僕北斗の拳歌ってるじゃないですか。そちらもお聞かせできることができなかった。今回ダルビッシュ選手レベル低かったので、めちゃくちゃロングの愛を取り戻せを聞けたんですけど、もう本当に申し訳ない。だから次回のね、誰かの即キュアの時はしっかりとね、北斗の拳歌いたいと思います。はい、でもうこれ見てもらったら分かる通り、もうダルビッシュさん投げてしまってるんですよ、これ後取りなんで。なので今から出る動画の方は後取りじゃないですよ。今から出るとか、今から試合するのはちゃんと試合中に喋ってるやつなんですけども、まあこれはもう終わった後なんで、ミスって動画消えてたんでね、前回の前半のね。でまあダルビッシュさんに注目してほしい点なんですけど、ダルビッシュさんね、タイピンチついてるんですよ、また今回。ほんでこのタイピンチついた時のスラーブ、まあこれサムネ見てもらったら分かる通り、まあすごい変化量起きてますので、そちらを見てほしいんですよね。なので右バッター、左バッターに対してもすごいね、有効なので、まあ今現段階でダルビッシュさん結構打ちやすいって言われてるんですけども、まあこれを見てもらってね、ダルビッシュさんゲットした方は、まあリアルタイム対戦の先発が揃ってないとかいう方は、これを見てダルビッシュさんの使い方をね、ちょっと覚えてほしいと思います。はい、かなりスラーブ曲がってるんで、で他の変化球もね、タイピンついた時すごい強いのでね、はい、やってほしいと思います。ということでね、ちょっと長くなりましたけど、まあ僕のね、悲しい現実を見てから次の試合を見てもらえれば、より感情移入できると思いますので、ぜひね、ダルビッシュさん見てほしいと思います。はい、ではどうぞ。はい、ということでダルビッシュ投手来ましたね。はい、ちょっとダルビッシュ投手ね、前回の動画で投げてまして、前のダルビッシュ選手を試したんですよ。なのでその時のせいでちょっとね、体力がもう激激減りやったんで、4試合消化してきました、すいません。はい、ということでちょっと長引いた撮影になってるんですけど、僕個人ではね、じゃあダルビッシュ選手使っていきたいと思います。とりあえずちょっと様子見でストレートをか、あ、カットボールインコース投げていきましょう。カットボール反応できる方はちょっと、あ、やば、あ、弱点をつくことが危ねー。でですね、ダルビッシュ投手の持ち味といえばスライダー、キレついてるんで、あ、これはちょっとあかんっす。はい、ね、もうちょいギリギリ投げてほしいんですよね。で甘く行きすぎるとまずいんですけど、あ、あかん、これもあかんわ、ちょっとまずいな。ちょっとシンキングファスト投げとこう。 OK、 え、何のフェイント、もう取れると思うやん、こっちは。こっちは取れると思うでしょ。はい、来ました。タイピンチつきましたよ。インコースえぐっちゃりましょうぜ。えぐっちゃりましょうぜ。おれ。あかん。曲がりすぎてストライクゾーンギリギリじゃないわ。えぐろ。あかんて。オッケーオッケー。ナイス、その先選手。また決めました、タイピンチ。これね、まあスクイズしてもいいよ、別に。この辺かな。よし。あー、これもうちょい曲げれんのか。この辺からいこうか。いやー、ちょっとコントロール悪いっすね。ちょっとスプリット投げてみよう。しゃい、よっ、よっしゃ、ナイスボール。いいね、曲がるね。うわ、めっちゃタイピンチつくやん。ダルビッシュ選手さすが、やっぱ太一、ちゃう、太一じゃない、
ピンチに対してますわ、やっぱり。あま、危ねえけど、ナイスボール、オッケー。やっぱ対ピンチついた時はあのスラーブはなかなかやっぱ変化量の予想ができないんでしょうね。よし、ダルビッシュ投手勝たせるぞ。うわー、岸投手か。しかも新シリーズの岸投手ですね。さあ、まず1球目。オッケー、ボール、オッケーオッケー。しっかり見ていこう。最近ランク戦調子いいんでね。オッケー。やっぱ iPad に変えてからすごいんですよね。うわ、めっちゃ攻めてくるやんめちゃくちゃ攻めてくるな、この方。高速スラオやな高速スラオやないけはい、来ました。リンゴ食べる、トノサキシュータ、リンゴ大好き、トノサキシュータ。じ、まあ、高速スラオやな、マジで。ああ、ストレート投げてきた。うわ、うまいな。高速スライダー5球続けてのストレートか。ああ、オブレーやばい、騙された。高速スラオかと思ったらカットやった。はい、出ました、高速スラオ愛も変わらず高速スラオやってます。あははは、このたまにのサークルチェンジね、しびれる。配球うまいな、この方。よっしゃい、オッケー、うまし。じゃあとりあえずこれでダルビッシュ投手の勝ちの権利を得れそうですね。コントロールついたな。おい、おい、そりゃ参るわ、そりゃ参るわ、あんなホームラン打たれたら気持ちいい。はい、高速スラオ。あー、くそ、この方初手高速スラオやな。おい、ナイスか。オッケー、よく見た。まあ西投手最近ちょっとランク戦あんまり通用しなくなってきましたね。うわー、ナイスボール。やっぱりね、高速スライダーとカットの見分けがつくようになってから、ちょっと現段階の環境では難しいと言いながら、この喋りながらのホームラン、しかも場外、立教大学が見えました。ガーン、やばい、これ5点取ったら終わる。ちょっと待って、ちょっとアウトになっていいですか。ごめんなさいね、ちょっとアウトになります。ちょっとセーフティーバントとかしちゃいます。ちょっと待って、これ丸選手のさ、あれやろ、丸選手のあれやろ、セーフティーバント、伝説のセーフティーバントあったやんか、日本シリーズで、日本シリーズやったっけ、クライマックスやったっけ。ちょっと伝説のセーフティーバントやろうぜ、サード側に。あれ、あ、間違えた、超えた、間違えた、間違えた、間違えた、来た、伝説のセーフティーバント、ガーくそ、あかんかった。意外とダルビッシュ選手左バッターに強いんですけど、右バッターにも強い疑惑出てますね、この辺のスラーブとか。あー、なんかちょっとコントロール悪いな。おおお、えっ、えっ、えっ、うん、いやいや、しゃあ言われたやん。ちょっともう何してるん、王監督。え、珍しいな、あのアウトはなかなか見ないぞ、あのエラーは。 OK、 うわー、ちょっとどうしようかな、カットボールかな。スライダー、ナイスボール。で、このスラーブ、あー、いいとこ、めっちゃいいとこ。今松田選手の送球悪かったんかな。え、今松田選手の送球悪かった。王監督エラーしても仕方がないショートバウンドやったんかな、わかんないけど。うわー、怖えー。結構右バッターが多いから、ちょっとダルビッシュ投手のあれが生かされへんな。左バッターに対してのあのスラーブがね、ちょっとあんまり試せない。うわっ、いや、甘いわ。シャー言うで、シャー言うで、シャー言うで。あ、シャー言わんかった。よし、来た、左バッター。この高めのスラーブいきます。ナイスボーこれなんよ、これ。もう一丁見して、頼む。いやー、ボールやな。ちゃうねん、ちゃうねん、ダルビッシュさん。この辺か、この辺からでいいんかな。いや、違うな。まあ、カットボール投げよう。はい、キャッチャー。はい、ってことでダルビッシュ投手、あ、え、ツーアウト、まだ、マジかやばい、珍しい、初めてこんなミスした。オッケー、おっしゃー、おー、
はい、ってことでダルビッシュ投手ナイスピッチングでした。ありがとうございました。